さあ今回はこのフルスイングを使った釣りをやっていくんだけども、俺が伝えたいことそれは何か、シャローをゆっくり強く引ける、そんなシャットテールワームっていうのをまあ見せたいからね。まあ今回はそれをテーマに、まあ、フルスイングの一番の特徴だよね。まあそれをちょっと実況絡めてやってってみよう。さあこのフルスイングというシャットテールワームの特徴、まあこれを紹介していこうと思うんだけども、いくつかあるその特徴の中の一つ、そのたった一つを今回はかいつまんで紹介していこうと思うんだけど、その一つって何か、ズバリノーシンカーでもよく飛ぶ、ノーシンカーでもよく動く、そしてノーシンカーでも使いやすい、まあ、もしくは 0.9g の軽めのネイルシンカーを入れても同じことが言える、まあいった感じ、まあ、単体で投げてもしっかり全身運動でくねくねと最後まで強くアピールして動いてくれるよと。それでいて最大の特徴、ここ大事、最大の特徴、スローに引っ張っても最後まできっちりシャローで上手に使える、上手に泳いできてくれるワームなんだよ。なぜそのシャローでゆっくり強く最後まで動いてくれるワームが必要なのか、それっていうのはね、例えば、まあ、今回みたいなこういう春先かな、まだまだ水温はそこまで高くないよ、そこまで魚の動きも俊敏ではないよっていった時に、ノーシンカーでシャローは引っ張れるんだけど、どうしてもゆっくり引くと棒状になってしまう、もしくはちょっと姿勢が悪くなってしまうワームだと早く引かなきゃいけない、スル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 っと通り過ぎてしまうと魚はまだ追いつけないっていうケースが多い、もしくはシーズン中雨が降った濁りが入った魚がストラクチャーにタイトに寄っている、そんな時にスルスルスルっと行かれると魚も気づきにくいし追っかけにくい、そういったコンディションで全身運動でくねくねくねと強くゆっくり引っ張れることによって魚が気づいて追いつけて食える、そういった状況、そういったところに強いシャットテールワームってありそうでなかった、だから作ったと言っても過言ではないのがこのフルスイング、特徴いくつかある中の一つとして最大の特徴、ぜひこれをみんなのフィールドで試してほしい。でかい、よし、うぅ超ゴン太楽勝ゴジャップ、うわワーム飛んでっちゃった、あーでもすげーでかい火がゴロゴロしてる中のスーパーシャロー、だからノーシンカーでゆっくり強く動き続けてくれるフルスイングの特徴が生きたな、よし、うぅでっけえ、ねえ超腹ボテ、あー芦田川の四方、いやー魚が減ってから超貴重になってるこのブラックバスだけど春でシャローに刺してきてる、でシャローって言っても本当に浅いの、後で見てもらったら分かるんだけど水深30cm、40cm、そこをきっちり引こうと思うとノーシンカーだけど、ノーシンカーでデッとスローのようにゆっくり動かしてきっちり動いてくれるシャットテールワームってないんだよ、だこういうリップラップのシャローでウエイトをかますともちろんちゃんと泳ぐんだけど根がかる、じゃあ根がからないためにはノーシンカーでも、ノーシンカーでちゃんと動くシャットテールフルスイング、まさに特徴がね、もろ生きた、あ超ハイクオリティのいいゴージャップきたよ。